こちらは、こちらは生のイイダコです。そうですね、一応120食ぐらいになると思います。逃さずこのエキスをきちっと絡む。マヨネーズ好きな方は、そうですね、マヨファイヤー。こちらは、こちらは生のイイダコです。10月の15日に石山公園でインフルエンサーグルメフェスっていうのがあるんですけど、まあ、スピチューブはこのたこ焼き陸兵衛さんとコラボというわけで、今この目の前にあるイイダコを使ったたこ焼きを、まあ、出すということで、今からちょっと特別に焼いてもらおうかなと思います。じゃあお願いします。はい、まずは一応数に限りが、そうですね、一応120食ぐらいになると思います。で、あのよっそで扱ってるのは割とボイルしてるイイダコが多いと思うんですけど、はい、今回は生のイイダコで、行ってみようと思います。出汁がね、この方がよく出るんでね。 SNS でつながってる方限定でお店では出そうと思うんですよね。あ、今後ってことですか？そうですね。で、あとはイベントはまあどなたでもちょっと数量限定で買っていただくような感じでいう感じ、流れに。石山公園は初めてですか？初めてですね。どうなんですかね、岡山城からすごい近いじゃないですか。まあ交通の便も結構、あの、まあ、路面電車でね、岡山行くから。そうですね。まあ、前の仕事で石山公園の近くで電柱を建てに行ったことあるんで、大体あの辺じゃないうのは、イメージはわかるんですけど、A ロケーションのとこですよね。そうですね。別に今それ買って、まあ、どっかですね、食べることもできますし。そうですね。逃さずこのエキスをきちっと絡め、閉じ込める感じでやっていきますね。はい、アリク。当日は表にテーブルにあのソースとか一応塩とかもわさび、あの、はい、ゲイルさんにね、あ、ゲストのわさびとか置いときますんで、はい、お好みでもつけてください。あのね、このまんまでも十分ね、あの出汁が効いてしっかり美味しいと思いますんで、マヨネーズとかもね、もう各自もしよかったらもうセルフでつけていただいたらと思います。わかりました。じゃあもうなんていうんですかね、もう別にこのままでもすぐ食べれる、あ、このままでもいいですし、ちょっとは味もうちょっという方はもうちょっと一口食べて、あれだったらもうつけてもろて別に構わんですから。じゃあちょっと入れていきましょうかね。
し。こっち一応ネギマヨファイヤーでやってみましょうか。はい、で、あれですかね、うん、そのプラス料金で。そうですね、プラス100円で、ネギマヨファイヤー。マヨネーズ好きな方は、そうですね、ネギマヨファイヤー。結構マヨラーさんが、うちの家族がマヨラーなんで。いいああ、はい、はい、はい。ゲイルさん、リクエストのわさびを。いや、でもわさびがあって、うん、結構ね、良かったですね。まあ、食べ方、人それぞれだと思う。何もつけず。うん。だけやっぱりよ。うん。もうこのイイダコのね、もともとの旨味っていうのが効いてるんで、うんうん、何もなくても食べれるっていう。ほんとね。それでわさびこれつけるとほんとアクセントになるんで、美味しいですね、これ。そうですね。うん。やっぱりタコもしっかりしてるんで、じゃあ、ホルモンダウン。はい。これも今通常メニューです、ね、そうです、通常メニューですね。こちらもイベントには出される。まあちょっと今回様子見てから、どうしようかなという感じですかね、結構でももうホルモン玉はスキチューブさんの動画見て倉敷とか総社とか結構遠くから、うん、まあ一番遠い人は島根県からね食べに来られた方もいらっしゃいましたけど、 ありがたいですね。まあでも普通のたこ焼きより結構手間かかるんですね、こうやって。そうですね。で結構ねタレをね先にこうどうですかね入れてから生地入れるんでね、結構バンがね焦げやすいというか、まあでもある程度焦げた方がやっぱりこう風味が出るんでいいんですけど、まあ、車のまま行くんですか？行くっていうかもう。僕はもう軽トラのビッグベーカーで行って、かみさんは自分の今染めとる軽音で、じゃあもうあれがもう屋台になるっていう。そうですね。うん。とてつもないインパクトから。ああ、ですね、もう。じゃあその、あれ、キッチンカーというかまあ、車が目印ですね。もう目印ですね。あ、これはね、これもマヨネーズ置いとくんですけど、一味をね置いときますんで、マヨネーズをかけた上に一味をパパッと振って、こう自分でこうつけて食べるのが一番いいかもしれないですね。このスパイスも置いときますんでね、当日はもうお客様のお好みで。スパイスって激辛スパイスみたいな感じ。ああ、激辛ですね。お激辛、あ、なんかこれこんなやつですけど、ね、ちょっとピリ辛のやつ、結構ねマヨネーズとなんか相性が良くて、タレと生地が絡まってるね。色づきやっぱ色も全然違う。全然違いますね。こんな感じで。
これちょっとね、ちょっと便宜上ちょっとやっておきます。で、まあ当日はね、もうマヨネーズもスパイスもあのセルフでやってください、ね、お好みで、ね、こんな感じでね。あ、なるほど、よくのやつはネギのせ、ネギのせですね。ネギマヨファイヤーとかじゃなくて、ね、うん、ファイヤーじゃなくてネギ、もうネギのせで、こうもこう割って絡めてこう生ネギで食べていただいたら結構美味しい。値段とか変わってくるんですか？値段はこちらは50円プラス。じゃあまた再びお願いします。はい。あ、いいですか。自画自賛的な感じの。あ、いえいえ。これホルモン玉食べたの何回目ですか？あ、ホルモン玉結構食べてます。もう10回ぐらい食べてます。あ、10回。こういう感じでね、あのピリ辛七味と一味とこうで、ね、マヨネーズこういう感じでね。で、あ、マヨネーズ好きな方はお好き、あの大丈夫な方はこんな感じで召し上がっていただいたら。どうですか？いいです。感じです。ホルモンの食感とこのホルモンのなんか旨味というか美味しいですね。